もこんにちは。なんか久しぶりだな。そうなのよ。最近このチャンネルのゆっくり解説の数字が良くないみたいで、試しに復活してみたらしいわ。再生数が低いのは投稿者が編集の落差を優先して、微妙な動画ばかり上げるのが原因であって、俺らは関係ないぜ。そもそも投稿頻度もそんなに多くないし、ネタがない時は DJ ミックスを垂れ流しているから普通に再生回数。そろそろめたい話はやめましょうか。それで今回はどんなテーマなのかしら？今回は、誰も知らない曲についての解説だ。マリサが作ったオリジナル曲のことね。それはさすがに日の目に当てられないと思うわ。お手くり回して中側に沈めちゃろうか。茶番はここまでにしておいて、皆さん、ふと流れてきた曲の曲名を知りたいとき、どうしていますか？2024年現在、音楽検索アプリの普及で、知らない曲の曲名を見つけるハードルは以前に比べて格段に下がりました。その代表格であるシャザムは、2022年時点で世界でのダウンロード数は20億を超えているそうです。このようなアプリのおかげで、我々は曲名探しを苦労せずに行うことができており、一見、世の中の曲は可視化されたと言っても過言ではないでしょう。しかしご存知でしょうか？今なお曲名やアーティスト名、いつ作られたのかさえわからない曲が世の中に存在していることを、今回は、そんな誰が探しても絶対に見つからない曲、ロストウェーブについて解説していくぜ。まずはアーティスト名と曲名が30年間見つけられなかった曲、オン・ザ・ルーフについて解説していこう。30年間見つけられなかったってことは見つかったわけ？結論から言うと見つかったぜ。これから、どのようにして見つけることができたかを解説しよう。1986年、当時10代だったドイツの男性、ルネ・モルさん氏がラジオをテープデッキへ録音したところ、DJ がアーティスト名を言う部分だけ録音できなかった小さなハプニングに遭遇。その後、その曲が忘れられなかった彼はインターネットのない時代、知り合いに聞きまくるが答えは見つからず、たどりにたどって音楽ジャーナリストに質問したものの、ちゃんとした回答は得られず、そのまま数十年が経過。2000年代前半、大人になったモルさん氏はまだ当時のモヤモヤを引きずっていて、2002年、自分のウェブサイトに当時のデータ化した録音をアップロード。曲名とアーティスト名を募集したぜ。2002年といえば、 SNS や YouTube はまだないけど、日本だとヤフーが駅前で ADSL のモデムを配ってた時期ね。個人のホームページが流行り始めていた時代だな。結果、モルさんの呼びかけに応える協力者がネット経由で出現。その協力者は2万枚ほど CD を買い漁って曲名を特定しようとしていた。ほぼ意地になってるわね。さすがにそこまで探したら見つかったんじゃない？いや、それでも見つからなかったそうだぜ。歌詞を書き起こして、キーワードごとに検索したりと、謎解きパズルさながらの探索を行ったが、違う曲の候補が見つかるだけで、目当ての曲は見つからないまま、さらに数年の時が過ぎた。大きな転機が訪れたのは2014年、インターネットサービスの進歩により、レディットや YouTube が存在するようになった頃、とあるレディットユーザーが本件をまとめたことがきっかけだった。モルさん氏とは別の人がこの曲を探し始めたのね。このトピックは他のユーザーからの話題を集め、とあるスウェーデンのラジオトーク番組の目についた。ネットの海を飛び越えたのね。ラジオでこの曲のアーティストを探す放送が行われた結果、数分でそれらしい情報が届いた。結果、ヨハン・リンデルというアーティストの曲である可能性が浮上。このラジオの DJ であったサラ・キンバーグさんは、リンデル氏のことをググりにググり、電話番号をゲット。本人に電話を行った結果、リンデルさんのオン・ザ・ルーフという曲であることは判明したのだが、確認のプロセスに困難を極めたそうだ。どういうこと？リンデルさんは、とっくに音楽をやめて絵を描くアーティストになっていたのだが、自分でも覚えているか微妙な30年前の曲について知らない国の知らない人から突然電話で問い合わせされるわけだ。そりゃ初見だと意味不明だろうな。確かに。しかも、リンデルさんはインターネットをほぼ使わない生活をしていたものだから、SNS とは？から説明する必要があった。そのためラジオ DJ のサラさんはリンデルさんに経緯を30回くらい説明したそうだぜ。だいぶスパルタなインターネット講座ね。でも見つかってよかったわね。そうだな。こうして約30年の時を経て、ドイツの少年の願いは奇妙な流れで他者によって解明されたわけだが、ここからが本題になるぜ。前置き長。このように、Google 検索やレディットといった現代のテクノロジー、ラジオなどのマスでの呼びかけ、さらにそれにこうして曲を探してくれる集合値があれば、30年かかりつつも曲を見つけることはできるようだが、現代において、世界中の音楽マニアの力を総動員してもまだ見つからない曲がある。まだあるのかよ。YouTube でロストウェーブと検索してみるといいぜ。他にもワンサカ出てくるぞ。今回の本題は、そんなロストウェーブの中から、ここ最近熱量の高いトピックとして知られている、Everyone Knows That を紹介するぜ。Everyone Knows That ってどんな曲なの？てか曲名言われてんの？ Everyone Knows That は歌唱で歌詞の一部をそのまま読んでいるぜ。レディットユーザーの間だと、頭文字を取って、EKT と呼んでいる。まずは EKT がどんな曲か、流してみるぜ。こんな感じだ。ちなみにフル版は発見されていない。90年代の車の CM 音楽。っ
って感じするわね。てか、この EKT はどこから発掘されたの？ DVD の中から見つかったそうだ。出自としては2021年7月、曲をアップすると誰かが人力で曲名を答えてくれる、What That Song というアメリカで老舗の、ウェブサービスに投稿された一件の投げかけが始まりだった。投稿者のハンドルネームはカール92というスペイン在住のユーザー。DVD にバックアップしていた、かなり昔のファイルの中から見つけた。らしい。よくバックアップしていたわね。EKT の何かが人々を引き寄せたのか、徐々にたくさんの人たちがスレッドに集まるようになり、候補アーティストを出しては次々奮い落とされていくうちに、カルト的な熱を帯びていった。議論の舞台はレディットに場所を移し、仮説別に立ち上げられたサブレディットの数は5000を超えた。5チャンネルでいう紙スレみたいになってきたのね。また、2021年の12月に投稿主であるカール92のネットの消息がつかめなくなった。ここから、海外ネット民たちが総力を尽くして曲探索を行うようになる。そして2023年、加熱していく楽曲創作についにメディアが目をつけるようになったぜ。さっきのオンザルーフでいうところのラジオ局が拾ってくれたような感じね。そんな好き者のメディアはどこのどちらさんかしら？それがアメリカの権威ある老舗音楽メディア、ローリングストーン誌だ。マジかよ、ローリングストーン誌の掲載によりさらに注目を集め、2024年に入ってフランスの民放テレビでも放映されたそうだ。だいぶ全世界を巻き込んじゃってるわね。一方、ここまで周知されたにもかかわらず、2024年2月現在も断定に至っていない。これだけ集合値を集めても曲が見つからないというのは、正直異常と言えるぜ。そもそも、なんで EKT はこんなにミーム化するくらい注目を集めたのかしら？ EKT 探索を行うレディッターの一人が、ローリングストーン氏から取材を受けた際、こう語っている。人々が EKT の正体に執着する理由は二つある。一つは、ものすごくキャッチーで聞き覚えがありそうな曲だから。もう一つはとにかく謎に満ちているから、何もかもデジタル化されて自由に音楽が聴ける時代に追跡不可能と思われる曲があるという事実が、大勢の若者の関心を集めているんじゃないかな。だそうだ。俺は一番目のキャッチーで既視感のある曲だから、という意見に賛同するぜ。さっき霊夢が車の CM みたいと言ったように、聞くと懐かしくてどこかで聞いたことがあるように錯覚してしまう。それは、単純に昨今のニューウェーブのリバイバルブームのせいだけではない気がするぜ。あと、謎を深めている要素として、個人的に思うのは歌詞だな。どういう歌詞なの？もう一度流しながら歌詞を確認してみよう。なんというか、曲は明るめなのに歌詞はだいぶ大敗的なんだよな。歌詞含めた80年から90年代の一種のガチ感が垣間見える感じも俺は好きだぜ。ちなみに、YouTube に上げられた EKT は何度か削除されながら2023年に再アップされたものは45万再生ほどされている。なるほど。ちなみに捜索の結果、芳しい成果は出ているの？大体の時代特定はできてるぜ。どうやって特定しているのかしら？いや、そこはガチガチにロジカルに調べ倒されているようだ。少しだけ、調査の過程について解説すると、EKT 探索依頼がなされた当時、まずは歌詞を読み取り、キーワードごとに区切って、各キーワードごとに出てきたトピックを洗い、EKT の痕跡を探す、という試みがなされたぜ。オンザルーフでもやってたやつね。この時点でもう頭おかしくなりそう。次に使っている楽器の解析が行われたぜ。楽器がわかると、何かいいことあるのかしら？楽器の解析をすると、使用楽器の発売年代が絞られるため作品のおおよその年代が推定可能だ。EKT のケースでは、1982年から1985年の間で製造されたドラムマシン、リンドラムが使われていたと推定されたぜ。ドラム聞いてドラムマシンってわかるもんなのね。特殊な訓練を受けたガチ勢が本気を出すとこんなもんじゃないぜ。DVD のファイルのタイムスタンプが1999年であることから、この情報だけでも1982年から1999年の間に作られた曲である、ということが高い角度で推定されたぜ。ただ、その期間だと候補曲がまだ多そうね。さらに絞り込むため、ガチ勢は楽曲の周波数解析を行った。その結果、15.734kHz の周波数が使われていたことが分かったぜ。分かると何が絞り込めるの？この周波数は、北米、南米の一部、日本などアジアの一部で使われていたアナログテレビ独特の周波数ということが判明した。これで、年代に加えて場所も大方特定できるようになったわけだぜ。FBI の捜査かな？あれ？ちょっと待って、さっき、投稿者の人はスペイン出身だって言ってなかった？よく覚えていたな。周波数の地域特性と投稿者の居住地の矛盾が実際にも指摘されたんだ。結果、カール92はこれをきっかけに身辺捜索されるのではないかとガチ勢に不快感を覚え、レディットから姿を消してしまったんだぜ。カール92が嘘をついているかもしれない、という疑惑は一時期レディットを騒がせたものの、本人不在の状態のため、旅行中、もしくは特殊なモニターを使ったという前提で調査は継続となったぜ。カールさんからしてみたら、調査ガチ勢が思いのほかガチすぎてビビった。って感じかしらね。それで、具体的な説みたいなものは出てきたのかしら？いくつもの候補は出たぜ。その中から、角度は高かったものの、否定されたいくつかの説を紹介していこう。
まずは、衣料品ブランドの広告説。80年代に展開されていた、アメリカの衣料品ブランドの CM ソング候補だったのではないかという説だ。もっともらしい根拠はあったの？ああ、歌詞検索でたどり着いたようなのだが、曲内のここの歌詞を今一度聞いてほしい。これの、ここの、アルティリアモーティブス、日本語に訳すと下心、のフレーズが、1984年刊行の雑誌内のブランド広告のキャッチフレーズとして使われていたためだ。後に、ブランドへ突した結果、公式からそんな CM 曲は作っていない、と否定されている。あらら。続いては、アメリカのアニポケ主題歌歌詞説だ。アメリカのアニポケって松本里香さんじゃないの？なわけあるか。アメリカでは、ポケモンのテレビ放送の主題歌の歌手をジェイソン・ペイジという人が務めている。ペイジ氏と EKT のシンガーの声質が似ていることから、ペイジ説が噂されたぜ。ちょっと、聞き比べてもいいかしら。どうだ？まあ正直微妙ね。実際にページのマネージャーにとつった結果違う、と公式回答が来たそうだ。続いては一時期最有力候補となった日本人アーティスト説を紹介しよう。そんなことあったのね。レディットユーザーが日本のアーティストに目をつけた理由は主に二つ。一つは、80年代から90年代にかけてニューウェーブテクノポップ系が流行り、CM 曲が多かったこと。もう一つは、EKT のボーカル発声がネイティブっぽくなく、日本人が学んだ英語発声っぽかったことだ。なまってるとは全然気づかなかったけどね。この辺を聞けばわかる人はわかるらしい。ここから、二組の日本のアーティストが容疑者として選抜された。一組目は、なぜか小田和正率いるオフコースが候補に上がったが、しばらくして、ないよね、と否定された。日本人からしたら自由すぎる発想ね。もう一組は、90年代にシンクロナイズドラブで名を知られたアーティスト、ジョー・リノエが有力候補に上がったぜ。正確には、彼のソロ活動の前から結成していたグループ、D プロジェクトの1988年の曲が疑われた。おそらく曲調と声のトーンで選ばれたと推測されるが、スタック、という曲のデモ音源なのではないか、と騒がれたぜ。念のため聞き比べしてみたいわ。うす。どうだ？まあ正直微妙ね。だよな。こちらも無駄に行動力のあるレディッターによって本人の Facebook へ突するも、回答があり否定された。こいつらいつも突って否定されてんな。本人が否定しなかった例もあるぞ。これマジ？現在では、最有力の説の一つであるサベージガーデン説だ。サベージガーデンはオーストラリアのバンドで活動期間は1994年から2001年。バンド結成前にボーカルのダレン・ヘイズが EKT を歌ったという説だ。EKT を分析したある YouTuber がサベージガーデンと声がよく似ていることに気づき、曲を調べたところ、1995年の未発表音源、インディスライフタイムという曲によく似ており、インディスライフタイムのデモ版が EKT なのでは？という推測が生まれたぜ。マリサ、聞く。OK、流してみるぜ。声質は似てるけどデモにしても曲調が違いすぎる気がするわ。俺も同じ感想だ。
だが、2023年11月に思わぬ事態が起きる。ボーカルであるダレン・ヘイズが自身の X に、イミシンにEveryone Knows Thatとだけ書かれたポストを投稿。これにより、今度こそ本命かと思われたが続報は何もなく、本人もポストを削除したことにより、ダレンがこのトピックに注目しているだけの思わせぶりポストだった説が濃厚となってしまった。あら残念。2024年2月現在も、レディットで定期的に仮説は浮上するものの、この曲の主は見つかっていない状態だ。これだけ調べても見つからないなんて。あ、マリサ、なんで見つからないかがわかったわ。EKT は AI で自動作曲された音楽だったのよ。だとしたら痕跡がつかない理由も説明がつくわ。 AI 説も当然浮上したが、次の理由でありえないと可能性を否定されている。まず、当初のスレッドの投げかけが2021年だった点。音声も含めた楽曲生成 AI の普及は2022年中盤からだ。そのため、AI の利用がそもそもできないという点と、有志により AI を使って EKT をいろいろ再現しようとしたが、再現するには至らず、 AI 利用説は限りなく低くなった。おそらく人為的に生成しようとするならば、 AI ではなくスタジオでバンド録音した方が早そうだな。むしろあのテープで録音したような音質に加工するのが難しそうな気がするぜ。確かに、ただ、個人のバンドで作った音を劣化させてみました、という結末は、すべてのユーザーにとって望まないバッドエンドのような気がするぜ。いくらでも作れてしまえちゃうからねー。それでも深読みしてしまうのは、あの、稲田歌詞が、考えようによってはこの曲名を見つけようとしている探索者に向けられているようにも、見えなくもない点だな。余談だが、ファンによって欠落した箇所を補完した弾き直しのフル版カバーが YouTube で公開されており、個人的にあまりの完成度の高さに笑いかけたと同時にバンドでも原作を再現できない難しさを感じたぜ。概要欄に貼っておくので気になった人は聞いてみてください。ということで、昨今一番熱量の高いロストウェーブである EKT について紹介したぜ。マリサ、ちなみにロストウェーブってもっと昔の曲があったり、これからも生まれるものかな？昔の曲に関してはすでに追跡不可能な形で風化してしまっていると思うぜ。まさにロストしてしまっている状態だな。あと、今後生まれるかどうかについては、今のデジタルのサブスクサービスが主流な限り生まれることはないと思うぜ。それはどうしてかしら。一つはデモ音源の取り扱い。今ではデジタルデータが基本になり、複雑な手続きを踏んで意図的に YouTube にアップしない限りデモ音源は流れないだろう。80年代や90年代はプロモーション用のデモ音源がテープやレコードで流布していたからな。もう一つは、今のデジタル化された音楽環境だな。インディーズアーティストたちにとって複数のサブスクサービスの配信管理代行してくれるサービスが提供されていたり、2023年、安室奈美恵の楽曲が突如各サブスクサービスから消えた例があるように、サブスク上では無告知で消すことができる。痕跡を消すことができると、ロストウェーブの発生すら気づかない。ガラケーを持っていた人は、もしかするとわかるかもしれないが、ガラケー時代の写真はよほどマメな人でないと、端末に残ったまま、失われることが多いので、ロストウェーブもガラケー時代の写真のような存在に思えるぜ。例えが独特だけどなんとなくわかったわ。ちなみに、その理論で言うとロストウェーブは海外だけじゃないはずよね？そうだな。では最後に、日本で発掘された未解明のロストウェーブ、通称、秋葉原で買ったカセットテープに入ってた曲の簡単な解説と、その曲を聴きながら締めたいと思うぜ。本作は、いつどこで誰が作詞作曲歌唱した曲なのか一切の情報が不明な、日本語の楽曲の通称で、2007年にニコニコ動画であるネットユーザーがアップしたことから話題になったロストウェーブだぜ。この曲が入っていたカセットテープは1990年代に購入したとされ、詳細は一切不明。お聞きになるとわかるように、絶妙に暗い部分を踏んでいく不穏なコード進行と、90年代初期のアニメかアイドル曲のような歌声がミスマッチすぎることが、癖になる曲でもある。現在でも歌唱者は特定されておらず、80年から90年代の誰かの音源化されなかった。でもテープである可能性が示唆されているぜ。今回はこんなところです。テーマも募集しています。ということで、また次回の動画で会いましょう。ご視聴、ありがとうございました。